皆さんこんにちは、クローカルの松田です。今日はですね、国際協力の JICA 海外協力隊と、あと開発コンサルティングに関してお話しいただくべく小林さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、小林さんに出身地と簡単な経歴をお伺いしたいなと思ってます。はい、出身は茨城県出身です。キャリアなんですけれども、大学卒業した後に食品メーカーに5年ですね勤めた後に協力隊に参加してます。で、帰ってきた後に今開発コンサルの地理情報とか地図データを扱う企業に勤めていて、アフリカとか東南アジアとかの支援をしています。営業職をずっとやってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、小林さんはね、もう営業職っていうところもあってコミュニケーション能力めちゃくちゃ高いと思っていろいろお話をお伺いしたいなと思ってます、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、そもそもなんで国際協力に興味を持ち始めたか、うん、っていうところからちょっと小林さんにお伺いしたいなと思ってるんですけど、うん、実際何がきっかけで国際協力に興味を持ったんですかね。そのタメ語でいいですか。大丈夫ですか国際協力に興味を持ったきっかけって正直あんまりないんですよ。あ、そうなんですね。うん、あんまなくって、で、海外っていうところで興味を持った理由として言うと、やっぱ歴史がすごい好きで、で、子供の時からね、例えば戦国時代とか幕末とか、はい、ああいう日本の歴史にすごい興味があって、結構本とか読んでて、それでその日本の歴史を勉強する中で、今度はこう海外の、高校とかでいう世界史っていうジャンルにすごい興味が湧いてきて、はい、で、海外の歴史をどんどんこう学んでいく中で、当時はそこまでアフリカとかそういう途上国とかあんまり関係なく、海外がすごい好きで、はい、英語を使ってその私がまだ行ったことがない世界、見たことがない文化とか、そういうところに興味があって、はい、まあ、英語とその世界史っていうところにすごい興味がある中で、最終的になんかいろいろ困って途上国に行ったって感じですかねそこを喋れって話なんですけど、そこはあんまりよくわからないんですよね正直ね。まあ、結果論にしかないっていうところで、そう、まあ、ただきっかけとしてはやっぱり海外からやっぱ入ったって感じなんですね。僕はそうです。やっぱりだから、うん、本当に自分がまだ本当に知らない世界で、そう、田舎育ちなもんで、茨城 の本当に農村育ちなもんで、そういう固定観念というか、はい、その田舎のことしか知らなかったので、東京に出てきて東京について知った、はい、で、東京について知ったら今度は海外について知ってみたいみたいな、どんどんこうステップアップしていって、うんうん、で、海外にこう興味を持ったって感じです、ね。なるほど、ありがとうございます。ちなみにその頃海外に興味を持ったっていうのは、うん、具体的に高校生とかそれぐらいですか。そうね、高校でその世界史っていう、世界の歴史って勉強できるんだっていうのになって、うん、そうそう、海外の勉強、特にヨーロッパがすごい好きだったんですけど、はい、ヨーロッパの歴史とかをやっていく中で、大学はそういう西洋史っていうジャンルに専攻してます。あ、そういうことですね、うん、じゃあやっぱりそこまではまだ国際協力っていうよりはどちらかというと海外のことを知りたい、うん、そうそうそう、見たことがない景色とか、そうそうそう、そういう文化っていうのを知りたいっていうところで、そういう大学選択をしたって感じですね。そうそう、だからもともと西洋史にすごい興味があったもので、はい、海外のそのなんとか寺院とか、うんうんうん、その世界遺産とか、はいはい、そういうのに興味があったミーハな学生でしたね。なるほど、そうそう、アフリカって別に世界遺産ないよねみたいな、パリとか行きたいよねみたいな、ルーブル行きたいみたいなそんな感じだった、うん、大学時代までは、うん、実際じゃあ大学生の時に海外とか行かれたりしました、うん、海外やっぱりバックパッカーとかでヨーロッパ回ったりとか、ね、東南アジア行ったりとか、うんうんうん、まあでもその時にアフリカっていうのは全くなくて、頭の中に、はい、なんでこんなになっちゃったんですかねって確かにそれ僕も聞きたいんですけどえ、ちなみに、うん、ヨーロッパとかも行かれたんですけど、うんうん、東南アジアも行かれたんですか。行ったね、うんうん、その時って途上国にも行かれました。途上国って分類できるのか分かんないですけど、東南アジアの ASEAN の国には結構行ってて、普通にアンコールワットとかさ、世界遺産でよく行きがちなところは行きましたね。そうなんですね、うん、じゃあその大学生の時はそんなに、まあ、国際協力に携わりたいなみたいな、そんな感じではなかった感じですかね、うん、どっちかっていうと先進国でなんかこうビジネスじゃないけれども、そういうのに携われる先進国の方々と英語でかっこいいビジネスみたいな、アメリカ、ニューヨークと国際電話しちゃうみたいな、ああいうのに憧れてる。なるほど、いわゆるグローバル人材って言われてるって。そう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 なるほど、じゃあもう全然最初の入りは国際協力とは関係ないものだったってことですね、うん、そうですね。具体的になんですけど、うん、大学卒業した後は民間の企業で働かれるわけですよね、うん、そうですね、食品メーカーで勤めてます。そこは営業職で入られて、先ほどおっしゃってたと思うんですけど、はい、うん、全然海外とは関わりのないところだったんですか。海外関わりはないですね。国内のメーカーで国内のスーパーとかに提案をするようなチラシ入れてくださいよみたいな、はいはい、そういうのをやるような仕事でした。で、ここはなんか一貫性が割
昔あって、大学時代の話また戻っちゃうんですけど、ずっとカフェで働いてたんですよ。カフェで働いて、はい、コーヒーについての勉強も大学のその歴史の、私の卒業論文ってカフェなんですよ。あ、そうなんですね。そうだからカフェでバイトして、はい、でカフェについてのイギリスのカフェの世界史のその卒論を書いて、面白い。で、まあ、食文化みたいなのにずっと興味がありました。でカフェのコミュニティみたいなのにすごい興味があって、うんうん、食べることそういうコミュニティ作りあと健康とか、うん、そういうのがずっと自分の中にあったもんで食品メーカーに入りましたっていう感じ。ああ、そういうことですね。じゃあそこは一貫してるというところですね、うんうんうん、実際大手食品メーカーで働かれてた時は面白かったですか？最初はね、その志がやっぱり今みたいな志があったんです、はいはいはい、あったんですが、途中からいかに売り上げを取ってくるかいかにお金をかけずにビジネスとして回すかみたいな利益率とかね、そういうところにこうやっぱり営業としてどうしてもそれは重きを置かなきゃいけないのはあるので、うん、そこにこうすごくフォーカスするようになって、社会の歯車の中で生きていってる自分ってどうなんだろうみたいな、うんうん、そういう思いがちょっとずつ。ああ、なるほどですね。生まれていたね。じゃあそこからいわゆる国際協力への紐づきっていうところもちょっともう少し聞きたいなと思ったんですけど、うんうん、まあ、いわゆる国際協力の中でも、うんうん、まあ、JICA 海外協力隊っていうところに小林さん参加されてたじゃないですか、うん、はい、なんでそこまでたどり着いたのかなっていうところをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、ね、先ほどだからなんやかんやってアフリカにって言ったところがまさにそこの今これから話す部分なんですけどそのもともと自分の中にあった、はい、食育とか食べることによって幸せに健康になろうよみたいな部分っていうのが自分の当時の仕事の中であんまり満たされてないなと、はいはいはい、今申し上げた通りその売り上げみたいな話になっちゃってたのを一回原点に立ち返ってきて、うんうん、20代の半ばぐらいだったと思うんですけど、はい、本当にやりたいことってなんだっけみたいな話になった時に、やっぱりその世界の、まあ、途上国とかとある国々ではちゃんと満足にご飯が食べれなくてとか、はい、そういう人たちってやっぱりまだいるよねみたいな、そういうのをなんかこう考えていく、はいはいはい、思い当たって、はい、そういう人たちに何かできることって何かないかなみたいなのを探していく中で、うんうん、協力隊があったっていう。なるほど、うん、協力隊を知ったきっかけって、うん、どこか覚えてます？僕ね、はい、それこそ深夜に残業してて、はい、でやべえ売上の見積もりのとかやってる時に協力隊のポップアップ、あ、なんかヤフーかなんかでそのなんか調べてて、それであったのよねバナーみたいなのが、何、はい、これみたいな、でカチカチって押してみたらそんなん出てきて、あ、なんかこれ俺やりたかったことじゃねみたいなだから悲しいというかちょっとあの悲哀に満ち溢れた出会いですよねいやでもあのポップアップで、うん、あの効果あったんですね。効果あった、少なくとも僕には刺さった。素晴らしい、まあ、そう本当になんかよくきっかけとかだと、うん、まあ、元々知ってたか、まあ、大学とかでね、うん、もしくは電車に乗ってた時にうん、見たとかは、そうですね、案外あったりするんですけど、うん、ポップアップってなかなかなくて、ちょっと面白いなって思いました、ね、なんかだからあんまり聞かないよねあのそれまで僕その詳しくなくて、そう受験のボランティアとかやったこともないし、詳しい人に話を聞いたこともなかったから、うんうんうん、初めてそういうのにこういう世界もあるんだみたいな、はい、自分がいかに今ちっちゃい世界の中で悩んでたんだなっていうのがなんか分かって、うん、転職っていうか、まあ、そういうジャンルに道を進んでいくのもありかなって思って、はいはい、結構踏み出しましたね。なるほど、ちょっともう一点だけお聞きしたいなと思ってたのが、はいはい、今ポップアップで JICA が当時でいう青年海外協力隊 の、うんうん、あの広告出してて、はい、ポップアップしてそれをクリックしてそっちに行ったと思うんですけど、うんうんうん、最初国際協力ってどういう風に認識してました？なんか本当に漠然と自分のリソースを海外にこう無償で提供してる善人の塊みたいなそれこそ深夜にこう残業している中で発見したじゃないですか、でこう利益売り上げのために頑張ってる自分っていうのの対比だったんですよ。はいはいはい、はい、なんか世界にはそういうなんか自分の利益とか売り上げとかじゃなくて、本当に無償の愛ではないですけど自分を捧げることのできるそういう世界というか、そういう人たちがいるんだみたいなので、はいはい、おーマジかみたいなどうやって利益稼いでるのかなとか、なんかそんなことも考えながら、はい、こういうねジャンルがあるんだっていうのがすごい刺激的でしたね。なるほど、実際その情報を知ったじゃないですか、うん、知った後誰かにその情報とかを聞こうとしましたか？分かんなかったんですよ、うん、いないんですよ。いや周りには確かにいない当時の私、あの10年ぐらい前か、うん、10年ぐらい前だと思うんですけど、今の自分だったらいくらでもこうネットワークがねあるんですけど、10年前の自分は全くない、うんうん、誰に聞いていいか分かんないし、いきなり JICA とかにプルルルとか電話するのもなんか無理じゃないなんか分からんから、ね、どうしていいか分からんっていうのでレポートとか読んで、うん、あなるほどこんな感じなんだっていうのは頭の中で想像しましたけど、うんうん、直で話を聞くっていうのは全くできない。あ
そういうことですね、うん、じゃあやっぱ国際協力に興味を持ったきっかけというか関わるようになったきっかけっていうのはもともと海外に興味を持ってて、うんうん、まあ、ただ一方で国際協力っていうところはあんまり見えてなかったと。そうです、ね、ただポップアップっていうのをきっかけにして、うん、JICA 海外協力隊っていうのを知って、うん、そこから国際協力っていうところに興味を持ち始めたって感じなんですね。そんな感じですね。ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ国際協力に関してはお聞きしましたので、次 JICA 海外協力隊で何をしていたかっていうところをお話をお伺いしようと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。